カレー入れました。すき焼き会社で、すき焼き食べ放題、食べ放題だよ。どこに出してんすか、ね、鉄板だと思ってた、これ今。おお、贅沢っすね。まあ、でもどこの会社のすき焼きはやりますか、ね、そうそう、結構普通にやんないとね。福利厚生は大体すき焼きでしょ、みんな。ボーナスなし。そう、ボーナスなし、福利厚生すき焼き。いらねえ。結構福利厚生しっかりしてる。会社で食べようから一段取るの。ボーナスこれにするわ、みんなの。いらないです。悪い。いやです。徹底した、これうますぎるな。1個目いきます。あ、全然違うよ、これで分かった、もうもう、うん、早っ。じゃあもういい、もういい、念のためもう1個。あ、もう1個。うわっ、そうだ。え、嘘でしょ。もうテレビでよくあるやつ、うん、本当に違うやつ。本当に違うよ。一口目が高いやつ、うん、高いやつ、高いやつ。ケイタバカ舌だということが判明しました。え、マジで。うん、ガクトぐらいいくやん、それ。美味しい、美味しい。うん、熱いもん。絶対わざとや。いいっすか、後に食べた方が高いお肉。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。全く同じお肉っていう選択肢はなかった。いや、もうそんなのせこいじゃん。ひろしはバカ舌でございません。まあ余裕でしたね。そうだな。はい。こう。いやいや。いや、一緒やな。最初っす。最初か。が高い方です。油の質とか全然違うと思う。1日目、1個目。本当にこう。2日目。1日目した時に、本当に2日目した時も油がジュッって出た。同じ。うん。もう食べたっていうパターンは。それはもう2人がもしやってたら言及しようかな。ケイタさんは、バカ舌ではありません。ありがとうございます。あろうね、もう本当にさ、会ってた瞬間のこの。じゃあ一人だけだね。そうっすね、バカ舌だ。二人ともあのバラエティを知らないね。もう二人が立て続けに正解しちゃったらもう3連覇と会ってちゃうって。もうつまんないパターンじゃん。バラエティを知ってるのはケイタで、俺らは味を知ってるだけってことだよね。そうですね。ちょっと笑いを勉強した方がいい。